古橋がね、あの、点取ってる理由みたいなところであの、基礎技術、むちゃくちゃ高いっていうのは、まあ当然なんだけど、やっぱりね、相変わらずスコットランドリーグのディフェンスが、もう全体的に伸びしろがすごいんだよ。<laughs> パワーに特化しててね、そう、他のあのステータスもどんどん伸ばしていきたいなっていう感じで、古橋のいいところで言うと、 まず、得点を取れるような引き出しが多い。裏抜けと、クロス待ちと、あと1対1の仕掛けがあるから、左右両足使えるじゃん、だ、1対1で仕掛けてるときに、どっちっていうのを決めてコース切り切れないんだよね、相手が。で、右足のキックイントってさ、利き足だから引っかかりやすいじゃん、相手が。で、それで突っ込んできたところをかわして、左も打てるから、それ素晴らしいのよ。で、 クロス入るときも毎回ちゃんと相手の背中入ったところから前なのか、一気に奥取ってディフェンスライン下がったら手前なのかって、その駆け引きも素晴らしい。上田や世か古橋かってぐらいじゃん、今でいうと。そういうの完璧にやるし、もう細かくやるしね。で、あと、あの裏抜けのときも、膨らむのか斜め走るのかの判断もちゃんとするし。で、何よりシュートの技術なんだけど、軸足の、あの、 使い方っていうか、軸足に関するキーポイントがあって、シュート決めるには。これできてないと、シュート決まんないのよ。この軸足っていうところが、古橋完璧なの。っていう、こういう古橋の、あの、もう、まあ、普通プレミアリーグ行っても、味方がチャンス作れるチームだったら、らブライトンみたいなチームだったら全然活躍できると思う。あの、アストンビアみたいなチームだと苦しいかもしれないけど、この子で全部何とかしてみたいなチームだと厳しいかもしれないフル古橋自体のレベルがもう、日本レベルだともう最高クラスだし、 プレミアでもできるレベル。そんな中で、スコットランドの、まあ、ディフェンス、その差が22点だっけえげつない数字を生んでいますね。フラシ人間性最高は、うちのさんもおっしゃってましたね、広告の。実際に教え子ですからね、全部知ってるし。今のフラハシのすごさ、どっから来てるのでしょうかまた代表でフラハシ、かカスニアと。どのポジションで誰と、ま、マのんが最適化になるでしょうか裏抜けの量だけじゃなくて質が上がったのは、イニエストとか来てからより一層上がった感じしますよね。まあ、パスの質がいい点はあるけど。 そういうなんか裏抜けの角度とかそういうのを研究したと思うんですね。あとは、もともとすごいなんかおっとりしてて、なおかつ謙虚な性格でみたいな、この間、あの、清水選手が教えてくれましたね。で、あとは、あれですね、広告高校。フライ選手これ、木崎さんから聞いたんだけど、広告高校のコーディネートティショントレーニング。後ろ向きにドリブルしたりとか、いろんな種類のドリブルを練習するんですけど、30分とか1時間とかかけて。そう。2ブレーンあって1ブレーンそれ、みたいな。 1> 1年生はがっつりやるみたいなそれがね、すごくなんか、新しい神経系の開発っていうか、で、でそれをね、うちの選手でもやっぱプレス体制高くなってほしから、シャワーボで2ブレンドができないから、こう映像でみんなに共有したりとかしてさ、そしたらそれを今、一生懸命取り組んでた選手がいて、その選手さ、前よりもボール失わなくなっててさ、それやってるって言ってたから、やっぱすごいなみたいな。そういう フラッシュの場合は足元鍛えて、裏抜け鍛えて、みたいな段階的にすごくなっていった、みたいな気がしますね。コーディネーション、今、小学生が取り組んでちまる。うんとこれマジで、超チームでもみんなにやってほしいんだけどね。やっぱり結構大変だからさ、こう後ろこ、コーディネーショントレーニングで、あの、ちょうどね、全部のトレーニングメニューをわかりやすく見せるのが、リベンジャーズの僕の男の選手のソータ君、そうたくん、PSN のそうたくん。のチャンネルが一番ね、一個一個のメニューちゃんと、 見せながらやってくれてる感じで。あれすご、すごいいいと思いますね。古橋、どのエリアで活躍すると思いますか先ほど、えー、岡田監督、もしくはね、小瀬尾グルー監督が言ったように、中央で活躍する選手だったら、センターバイタル、もしくはそこから裏抜けするセンターゲート、こういったところで活躍するイメージ、皆さん、えー、持たれると思います。 実際に古橋どこで活躍してるか。フシュのゴールパターン、今回ですね、セルティックの試合全部分析しました、あの、ゴールパターンのところは。でですね、基本的にゴールパターンってこの二つです。一つは、ボールウォッチャーになったセンターバックの四角からのダイアゴラルラン フルハシが中央でですね、ボールを待ってる時に、直接フルハシには入んないですよ。サイド経由で入った時にですね、中央のセンターバックがフルハシから目を離して、サイドから上がってくるクロスの方を見るんですね。って時に、フルハシを視野に入れながらとか、触りながらとかじゃなくて、ボール入ってきた時にフルハシに前に入られたりとか、裏でね、決められたりとかして、まあ見られた方も多いと思いますね。で、もう一つですね。それが、左ハーフゲートからの裏抜け。なんでね、この画像で言いますと、このあたり。 このあたりからですね。まあ中央からこういう風に流れてきたりとかして、ここ通ってスルーパスに反応するっていう、まあ反応するっていうか、古足がいいオフザーボールしてたり、センターバックの四角でね、わざとオフサイドのところにいて、出てくる瞬間に降りてそっから抜けるみたいな、まあそういった役割をしてました。中央から裏抜けするのって難しいんですね。なんでかっていうと、ボールが出たところで待ち合わせすると、キーパー前に出やすいんです。ただ、キーパーから離れてくボールで裏抜けできるこのハーフゲートっていうのはですね、裏抜けするときに、 比較的ね、相手がディフェンスラインを上げてない状況でもボールと待ち合わせてきてシュートを決められます。で、古橋の場合は、この左のハーフゲートから出てきての得点が多かったです。なんで、この2パターンですね、ボールウォッチャーになっているセンターバックの四角からのゴールと、左ハーフゲートからの裏抜け。すべてゴール前にスペースがあって、スピードに乗れている状況。それがですね、古橋がゴールする時のパターンなんです。なので、中央が得意かっていうと、 決してそうではないんですね。まあ、そのあたりは日本でのプレー見られた方にはお分かりだと思いますし、センターフォワードに使われた試合、大阪的な仕事を求められてうまくできていませんでした。なんで、セルティックで、ね、成長があったりあるかもしれませんけど、基本的にそこには大阪がいて、調子悪いって言っても、今回結果を出して、ね、他の選手にスペースを提供するような役割もやっていましたんで、ここの共存が厳しいかっていうと、 僕はそうではないと思うんですね。なんでかっていうと、大迫はこの図で言いますと、センターバイタルで仕事をする人。相手はこのセンターバックが前に出てきて潰すような、まあそういった役割をやりますね。そうなると空いてくるスペース、右センターバックが出ていったら、 このハーフゲートがより一層広がるの、えー、イメージできると思います。古橋がここから出ていったら相性がいい二人の起用になるんですね。ただそういった使い方をしたのに、森安ジャパンではですね、えー、古橋の左、えー、ウィング起用、結果には繋がりませんでした。それ何か、えー、理由は二、えー、つあります。一つはですね、スペースがないんです。セルティックでの戦いと違ってですね、日本代表と戦う相手っていうのは、まあ、ミノファイブバックにしてきたりとか、後ろのスペースをガンガン消してきます。っていう風になると、このハーフゲートっていうのが閉じやすく、えー、なりますし、中央にいた だとしたらハーーフゲートどころか3バックの目の目前で、仕事しなななななきゃいいけなくなりますので古橋が一番スピードを生かせない状況になるでもう一つはですね、ここに陣取った場合、このサイドバックがなぜ寄せられないのか、なんでここにスペースができるのか。このファジーゾーンに人がいるから。ここに人がいるから寄せた場合に、このファジーゾーンにいる、まあ高い位置を取ってサイドバックとかに裏を取られてしまうんですね。日本代表においてそれ、長友がここ高い位置を取れない問題だったり、高い位置を取っていたとしてもですね、 このエリアに中盤の選手が降りていかないことによって、ディフェンスラインからファジーゾーンの選手、もしくは古橋にボールが入らない状況になってました。なんで古橋が活躍できないっていうのは、中央に置かないからではなく、古橋が得意なエリアにいるにも関わらず、そこにボールが行かないっていう、まあそういった状況になってたんですね。 なんで、このね、古橋を中央で使うべきっていう理論は、サッカーの本質のところから外れてる批判になってしまいます。で、現に中央で使われた時もうまくいってないと。中央で使われてじゃあダメなのかって言ったら、うまくいく方法一個だけあるんです。中央からサイドに流れるわけありただ、ここを使う選手がいると、古橋流れられません。 なので、古橋がですね、中央から流れていいような、そういった組み合わせにしなければいけないんですね。現に、まあ、3バックでも、ディフェンスラインの選手、3バックの両脇だったり、ウィングバックが出ていったら、その裏にスペース空きます。そこに中央からどんどん流れることによって、3バックが出ていきにくくなりますし、一気に裏を取るところからですね、マイナスへのクロスによって、得点を決められるという状況はあります。ただ、大阪の代わりにここに入れられて、後ろに使われたのが鎌田で、ハーフバイタルにいたのは南野でした。 なんで、古橋はですね、そういったサイドに流れる役割っていうのを求められないメンバー。古橋が流れて2列目からどんどん入ってくるメンバーだったら良かったんですが、セルビア戦ではですね、縦、えー、を狙うよっていう森安さんのコーチングもありましたんで、ファイブバック相手にね、揺さぶらずに縦狙うっていうのは、中央固いチームに対してはかなり下策なんですけれども、ただそういったね、やり方をしてるチームなんで、ってなると、古橋がね、サイドに流れた場合、縦の狙い先がなくなりますから、古橋はですね、この中央の檻に閉じ込められてしまって、良さが出なかったんですね。 なんで、中央企業が悪いっていうより、中央に使ってサイドに流れるような、そういったセルティックでやってる、まあ役割をやるのはいいですけど、森安ジャパンでは、 そういった役割をフルハシュは求められません。というか、やらせてもらえません。ってなると、サイドに使って中に入ってくる。長友高い位置取らせて、左から内側に入ってくる、ハーフバイタルを取る役割。で、ね、大阪がスペースを使ったらそこに出ていくっていう。なんで、旧式のフォーメーションのシステム論で考えてる方からすると、なんでフルハシを、えー、セルティックで活躍してる中央で使わないんだっていう、そういう理論になるわけですね。 新型のシステム論。趣味の時どこいるのか、そして攻撃の時にどこいるのか、そして周りとの相性はどうなのかっていうところまで考えないと、えー、批判の仕方っていうのは間違った結果になってしまうんですね。例えばな